ゴールキーパーマテウス、宮原、林、谷口、深澤、中盤にこの後アンダー23日本代表に参加をします山田楓希、稲見、キャプテンの森田は湘南戦前半で下がりましたが腰の打撲大丈夫でした。三木、染野、そして木村と入ります。ゴールキーパーが松本、関根、犬飼、古賀、ジエゴ、中盤今日はセンター初先発で熊坂、パートナーに白井、ワイドに島村と山田優斗、前線は細谷とマテウス・サビオです。しっかり入れたボールに対して特に2列目の選手たちの頭を越える場面が多くなった時のサポートですよ。おっとパスカットするチャンスだ、ダイレクトシュート、松本のフィード、これが当たって格好のボールになりました。木村、まあ、プレッシングかけたところですもんね、迷いなく染野のチェック、そして木村のフィニッシュ。今稲見が後ろに少し下がってバランスを取っています。うまく入れ替わりました。山田楓希、中で木村が待ちます。引きつける、粘る、うまく運んで右足、そのまま運んで右足のフィニッシュ。ピタッと入れ替わってファーストタッチ勝負ありというところですかね。あとは晒しながら中の状況を見て、中切られたんで縦に持ち替えて天井ですよね、ローサイド、うまく軸足を作りながら、柏のキーパーの松本からするとやっぱり同サイドのところは顔に向かってくるボールは泣きどころなので、本来ここで中盤につけたいんですけれども、なかなかうまくいかずスピードダウンもしました。白井から右、関根、今は柏の方は白井が後ろでプラスワン作りながら運びましたね。犬飼が出てきます。関根、広木、今度は追い越していったのが熊坂、中にボールを戻してきました。こういった連携はいいですね、熊坂、ね、関根のコンビ、一番危険なゾーンにジエゴ、犬飼、小顔をフリーで立たせています。高いボール、これもファーサイドへ戻してきました。投げるクロスバー、今日のコーナーキックは右サイド2本ともファーサイドへ、そこは徹底して狙ってますよね。谷口、山田のボール、細谷入れ替わりに行く、倒れない、細谷行く、前に小松、中を確認、えぐってきます。あーと後ろからないですか。いや強かったですね。でも犬飼が押されたんじゃないですか、そんなジェスチャーをしてます。普通の選手だったらもう倒れますからね、前の推進力と身体的な強さと、はい、まあ、これぞ細谷っていうプレー見せてくれたんですけどね、これは結果的にうまく入れ替わって三木がドリブルで仕掛けていきます。一つ遅れてワンツー、木村が行く、前向くフィニッシュ。右前にマテウス・サビオ、間で細谷を受けます。サビオを使う、木下が手を挙げています。ワンツーでマテウス・サビオ、柔らかいボールで木下、ファーストプレーで追いついてみせました。難しい体勢のヘッドでしたね。ドンピシャですね。このクロスもそうですし、ワンツーからの少し目線を変えておいて、マークは疲れたと思うんですけど簡単じゃないですよ、少し下がりながらなんで、ボールから目線外さずに首だけで持っていったって感じですかね。まあ、これぞ木下ですね。まあ、あとは最後のクロス上げたサビオ、その手前のボールをもらったランニングした細谷、まあ、全てのプレーが点と点でつながったと思いますから、見事なゴールですね。
最後染野の近くに山見を置いてちょっと人数を増やしたい。野永は左にいます。スピード勝負だ。入れ替わって山見食べる右足、スピードを生かして出ていきました。山見1対1。後半はお互いにギアが上がりました。